できましたこんばんはこんばんはうんうーってなるわ花粉症かなこんばんはこんばんはお元気ですか5時の受付追加ポチポチ完了ありがとう皆さんそうなんですえっと、第5時の受付なんですけど今日のお昼12時から明日のお昼12時まで握手会は 大阪と横浜でありますそしてえー、と肩たたきメ会このイベントの時だけお写真通称と撮ってもらうことできるんですけどそのイベントは大阪で1日だけあります。で他はオンラインお話し会っていう形で3種類今受付中で明日のお昼12時までしかお申し込みできないんですけど大阪 HC ホールで6月8日8日土曜日は 第七部、十七時から十八時の部だけ握手会、まだ空いてます。でも、残り一部となりました。ありがとうございます。七部ね、ね待ってるので、ぜひ来てください。そして、次の日、六月九日、日曜日は、写メ会＆肩たたきでお写真撮れるイベント。写メ会があるのは、なんとこの日限定となっております。六月九日の日曜日、大阪 ATC ホール限定で。 お写真通称と撮ること可能となっているのでぜひね7部8部9部とあと3部だけ残っているので夕方5時からぜひ大阪 HC ホールにお写真一緒に撮りに来てくださいませんでしょうかこの日はね NIB48 の衣装さんが準備してくださる衣装で多分制服とかそういうみんなお揃いのお衣装になっていると思いますだけど、ね、なかなかこう私服でお写真撮る機会がね ああるることはあるけどなかなかこの NMB48 のお衣装を着てっていうのは NMB でのイベントでのねしか取れないのでとてもレアですだって彼のさお友達でもさ彼の NMB の衣装を着てる姿でツーショットを持ってる子なんて誰もいないだから本当に限定というかレアなイベントだなって思います。うん、着てくださった方しかね というお衣装で撮っているのはないと思うので、とてもレアですよ。こんばんは。こんばんは。みんなこんばんは。会えてくれてる？こんばんは。こんばんみこんばんは。こんばんは。京セラで見てから押してます。えー嬉しい。あっこさんありがとう。嬉しい。オリックスかな？嬉しい。 ありがとうございます最近ねあのオリックスのファンの方も握手会とかオンラインお話し会とか「撮ったよ!」って言ってくださったりあとは劇場公演もねあのオリックスの湯に来てとか他の球団さんでもユニフォーム着て会いに来てくださる方とかがちらほらいてめちゃくちゃ嬉しいんです。大歓迎サッカーもラグビーも大歓迎もどんなスポーツも嬉しいしとりあえず彼に会いに来てくださる方みんな大歓迎なので。 是非、ね、来てほしいですし今回ね今日と明日今日のお昼12時から明日のお昼12時までしか受付されてないので是非ね今見てくださっている方は何かのご縁だと思うのではじめましての方も握手会とか写メ会とかあとオンラインお話し会って言ってこうやって画面越しでおしゃべりできるイベントもあるので是非、ね、来てほしいです。 オンラインお話し会は6月22日、23日、7月6日、7月7日、8月31日、9月1日っていう1、2、3、4、5、6、6日間開催されますでオンラインのいいところはやっぱり交通費がかからないとか移動しなくてもねお家からでもお仕事の方もお仕事の職場からでもどこからでもご参加いただけるのがすごく推しポイントだと思うのでぜひそちらもね 他のイベントとともにご参加いただけたらなと思います久しぶりー久しぶりーお前かちゃんお久しぶりです最近練習中カレンタのこと考えてまあ嬉しいありがとういっぱい考えて俺も花粉で花と喉やられてるえねえやばい花粉ってくるよね風とはまた違うけど花粉もつらいよね風感 土曜日の M 恋入るの楽しみにしてるねありがとうだめ、ね、まぶさん間に合ったっていらっしゃいこんばんはこんばんはえー、みんな来てね大阪看板やったのにまあポチったけどもマジで嘘やん誰かお支払いしてくれなかったのかいみさんお忘れなく第7部は17時から18時のね大阪 HC ホールで6月8日8日土曜日です の枠と横浜も待ってるよみんなやっぱ NMB っていう名前でねやっぱ大阪のファンの方が多いとは思うんですけど是非ね遠くからも応援してくださってる皆さんなかなか会えないけどこの日はねいっぱい会いに来てほしいなって彼も会いに横浜まで会いに行くので皆さんのもとに行くので皆さんもなかなか会えないけどこの8月4日は。 ぜひねパシフィコ横浜まで来てほしいなと思います一部から四部までいてます四部は短パンとロングブーツを履くのでめっちゃおすすめですわよ5時も追加したよさありがとういやそう昨日公演来てくれたんやけどねあの高校生の制服着ててなんか自分が高校生やった時となんか被るところっていうか多分好みが一緒なんやなってめっちゃ思った。 髪型とかリボンとかかなんかすごい自分見てる気持ちにもなったし可愛いなと思ってなんか自分見てる気持ちっていうのは自分の好きな系統と同じ系統を着てくれてたりとか髪型とかしてたから絶対同じんか好きだって思って見てましたやっぱり小島春菜さんが好きって書いてたから一緒だなって思った改めて <laughs> 似てて似るなって思っ思て。 すごい嬉しかった昨日来ててくれて、ね、でもそういうのめっちゃめちゃやっぱファンの方って自分に似るって言うじゃないし推しに似るっていうやんだからやっぱりそういう劇場会の時とかうっちゃ持ってくださってる方とか見てああ嬉しいなーとかどこが似てるかなーとかやっぱ探しちゃうしい嬉しいですエスコーンどうだっためっちゃ良かったなんかとりあえずんやろな海外の球場っていう感じやったすごく。 なんか海外って感じがするなって思いながらいろんなところを見てたけどやっぱり新しい球場っていうのもあってもうどこ見てもめっちゃ綺麗やしガラスがねやっぱ夢だと思うんですけどエスコンはガラスもめっちゃ綺麗でね空気も澄み渡ってて最高でした美さん横浜のサンブ撮ったけどみんなピンクの身につける。 みんなピンクのミニチキルブやったえ全然気にしないで本当にそのピンクレンバって企画もしてくださってるんやけど全然ピンクじゃなくてもウェルカムウェルカム大ウェルカムだからお気になさらず来てください3分待ってるよよしあれなよなんか色んなほら指はピンクとかここ一部ピンクとかそんなんで、ね、いいよ <laughs> 全然そんなんでもウェルカムなんでねお気軽に来てください 昨日楽しかったってありがとうこちらこそコちゃんおつわりありがとうねよしこういったらびっくりしためっちゃ楽しかった余韻でいっぱいよしいっぱい載せたい写真あるんやけどもうどれから載せたらいいんやろって感じでとりあえず今日の写真をさっき載せました <laughs> インスタに <laughs> そう今日もねまたインスタ更新したので是非後で見てください皆さんみんなからのねコメント見るのも好きやねシューシャちら,ちら こちらちゃんとカレの推しのアピールもしてくださいねもっといっぱい頼むで <laughs> 頼むで握手会もオンラインも両方いくわしいますありがとうありがとうね7 <laughs> <laughs> 部落選したのなぜか枠空いてる、ね、えー、そうやねめっちゃショックでも多分これくらいの枠が空いてると思われるのでぜひ皆さんで、ね、7部マシュトと。と ね、もし遠征できるよって方はパシフィコ横浜もですしなかなかね大阪トークっていつも会えないって方はこのパシフィコ横浜8月4日日曜日絶対来てほしいですとあとね個別のシャメ会いと勝てた時があのセットになってるのがあるんですけどそちらは6月9日。 握手会の次の日の次日日日曜でですねに大阪イチシホールであります部部部あと3分あと3分ペケポン出したいしあと3分もいっぱい皆さんとお写真撮りたいのでしかもさっきも言ったけどこの NMB48 の一層を着てるカレンとお写真を撮ってもらえるのでとてもレアだなと思います。いきます来てよ <laughs> 北海道でこれ美味しかったみたいなのあったら聞きたいええカレースープカレーも食べたしカニも食べたしあとお寿司も行ったし全部美味しかった全部美味しい最高だったうん好きやけどあのジャガポックルお土産で買ってきたんやけどねそれのホタテ塩味っていうそれがあの期間限定の北海道限定やったと思うよあれ北海道限定足んないかな分かんない 限定やったんよ。めっちゃ美味しい。あれ、感動したけど。今日ママと食べたんやけど、お昼これ食べよっかって言って食べたんやけど、美味しくてびっくりした。めっちゃ美味しかった。以上感動でした。こんばんは。こんばんは。横浜パシフィコパシフィコ横浜か。は、新幹線乗っていくありがとうございます。いっぱい来てないっぱい来てな。 完売増えたんで少し追加するつもりあさかちゃんありがとうもっと追加するねれっくちゃんありがとう4日出てくれてる私ゆっ横浜いっぱい来てくれるん嬉しいれっくちゃんいつもわざわざ大阪までねはるわざ来てくれてるもんなあやに行くから横浜まで行くから待ってて八月四日楽しみね八月って今なんか全然想像できへんけどきっとねあっという間なんですよ てと思うし、夏ので、ね、よ。そいカレン大好きなので皆さん待っててください <laughs>。どんどんカレンの袖がなくなっていくので、多分日に日にまだ5月やけど、どんどん袖がなくなっていくので <laughs> 待っててください。たくさん会いたいので横浜も行きましたよ。マジで健太くん演習してくれるえー。ありがとう。めっちゃ嬉しい。あ、ほんなあ。ほんな8月4日だってね。皆さんあの6月8日と9日。 が大阪でイベントなんですけど、大阪の皆さん8月に会えるのは8月4日しか今のところないんですよしかも、握手会、直接会えるイベントなんです直接会えるイベントは、8月はなんと4日、パシフィコ横浜であります来てくださいどうちょっとグッときた今の喋会の日お誕生日お祝いしてするするよおめでとうめっちゃよくないそんな イベントの人かぶってるって最高やんあゆっくりしたかったかなわかんないけどえ会えるの嬉しい6月9日なんだね <laughs> おめでとうえー、おめでとうほんまにおめでとうやん今日ああ今日の今日のあれ見た写真カチュシャ見たカチュシャ見た土曜の公演も生誕ぶりに仕事終わり駆けつけますえだって最近さめっちゃご無沙汰してない健人くんのケント君 忙しかったんかななんかずっと来てくれとったって見えてたけど最近見かけないなぁ思ってたから忙しかったかな忙しかった今年もそこ行きたいんおまだ行ってないんですか今年嬉しすぎます覚えてるよ覚えてる見て,てるよちゃんと見てるよ握手会初めてなので楽しみにしてます果汁ゴミさんありがとう嬉しい大阪かな東京かなどっちだろう嬉しい待ってるなぁ 嬉しい確かにファンは推しに似るねカレンタンみたいにおしゃれになりておしゃれだよ <laughs> カレー推けの方きっとおしゃれだよ京都さんがさんのスタジアムも綺麗いよそうなんや行ったことない行ってみたいなんかもう最近にほんまに。 リフレッシュ方法がスポーツ観戦特に野球やけどでもスポーツ全般も好きやしなんかめっちゃリフレッシュほんまに好きなのほんまにお仕事嫌とかじゃないねんでけどなんかちょっとねあのうん なこともあるんやけど <laughs> そうめっちゃリフレッシュになるで、ね、元気もらってるそうなんかそういうスポーツ観戦系と皆さんが褒めてくださったりとか昨日みたいにいっぱいうちは持って会いに来てくれるのが彼の一番のリフレッシュもう最近ちょっとなんかいろいろメンタルやられすぎて胃の調子がやばくてちょっとお水飲むね昨日昨日実はねあれやってね公園の前 胃が痛すぎて、てて立やんくっどうしようと思ってスタッフさんにめっちゃ相談して胃が痛くて胃が痛くて痛くて痛くてでわっ薬飲んだけどそれ効かなくてめっちゃ痛いと思って枕裏でもずっとしゃがんでてほんの始まったら頑張ろうと思ってスイッチ切り替えたけどそうめっちゃ痛くてちょっと寝とったんよ昨日。 だから昨日写真なかったんですごめんなさい言い訳言い訳メイビーやけどそういうことだったんですもうしおりさんとも写真撮りたかった撮られへんかった、はい、終わってからめっちゃ、ね、あの薬効いて元気だったんですけどそれはシンプルに写真撮るの忘れちゃってそれで昨日帰りは車の中でずっとしおりさんと喋ってました <laughs> 久しぶりに公園立てたの嬉しすぎて めっちゃ楽しかったけども,も、言いたいのがめっちゃもう。ああ、なんで今痛くなるみたいな感じで。そうだったんです。でも元気ですよ。みんな安心して心配しないで元気だから。そんな感じ。以上カレンでした。インスタめちゃくちゃ可愛かった。おもう見てくれとる。嬉しい。はしさん、彼女横浜からハマしたタイガースマジバタバタじゃん。バタバタなのに。 きちんと会いに来てくださる長谷さん最高ですほんまにありがとうございますみんなもありがとねほんと会いに来てくれるの嬉しいからさ来てんなほんまに嬉しいねこれみんな来てくれるのが大阪遠征するから横浜はと思ったけど遠征シアンええー、ありがとうっかりたマジマジだってさクリタってうっかりたんというクレーンゲームめっちゃやってくれとったもんねありがとうありがとうほんまにありがとうめっちゃ嬉しい 今日の服も可愛いってなっててかわい嬉しい嬉しい今日のお洋服全部ダズリンだよダズリンだよおガチシャ気づいてくれとる <laughs> そうなんですおココナさん推しだった友達がエスコン行ったらカレンタン見たって報告きた <laughs> 嬉しい気づいてくださってるのめっちゃ嬉しい 肩凝ってますので肩叩き撮ります。え、ありがとうしゅうへいさんありがとうございます六月九日ですね大阪市オールで待ってますありがとういっぱい写真撮りましょうねみんなシャメ会では一番お写真撮れるのでいっぱい撮ってもらうといっぱい写真撮れるので待ってます きつねさん耳より尻尾がお高いのでびっくりえでもねあの尻尾さん尻尾さんめっちゃねなんか豪華だったよ豪華肌触りとかめっちゃよかった超モフモフおすすめあれめっちゃおすすめ <laughs> こんばんはこんばんはこの肩が壊れようとも肩は壊さないで優しくしてあげて毛もポンポンするけど <laughs> ちゃんと肩こり肩こり,凝りすぎないように気をつけてな 父は女神祭りしたいって言って <laughs> しましょう。<laughs> しようしようお父様。ジャガポックルおいしいよね。めっちゃおいしいおいしいほんまにおいしい。行動力毎回感心してはすごすぎる。もうただただ楽しんでるだけでほんまに心底楽しくてリフレッシュでなんかもう毎日キラキラ輝かせてくださってる存在です。野球に感謝。オリックスに感謝。ちいちゃん。 こんばんはこんばんばはポンタさんすごーいポンタさんお写真撮りましょうおっよっかなこう行くよってさやちゃんありがとう待ってるね季節を先取りする人ですねもう先取り先取りって言うんかなええー、風に言ったら先取り <laughs> 悪い風に言うとただ薄着な人薄着でも寒い服は多分着ないんよね早くないともコート出すのとか遅いんじゃないかな寒がりやけど 寒がりやけど粘っちゃうタイプタンクトップとか大好きなんよチューブトップとか首首周りすっきりしてる服が好きでそういうことやな気付いたら横浜つから4まで全部買ってしまったヒロヒローヒロヒロありがとうヒロヒロうしい嬉しい嬉しい横浜ってこと8月4日や 8月のそう皆さんさっきも言ったんけど8月にね直接あの握手会っていう会えるイベントで会えるのは多分ねこの横浜限定なんですよわかんないなんかあったらごめんえー、けど今のところはそのイベントしかないのでぜひ8月会いましょうパシフィック横浜で待ってます握手させてくださいお誕生日月きって言ってるお誕生日月青ねたのち あ待っておっこんばんはこんばんは。こんばんは お話が楽しみにしありがとうカイトさんまたいっぱい撮ってくださったんかなぜひねなんか直接会うのちょっと恥ずかしいなとかなかなか遠くていけないよって方はねオンラインお話し会がありますこんな感じで画面越しで皆さんのお顔を見ながら彼らもお顔を出しながらこうやってねおしゃべりできるんですけどぜひねどんな場所からでも電波がいいところだったらご参加いただけるので6月22日23日7月6日7月7日8月31日 9月1日とあるのでぜひオンラインお話し会の方もね来てください6月22日はダズリンの日56部はスポーティー789部はお姉さんのドキドキデートです23日は梅雨ということで56部は甘い甘い甘くないっていう感じでコーデになってますで789部ポニーテール珍しくポニーテールしようと思ってます でも昨日の声のポニーテールが好評でびっくりしましたみんなポニーテール好き彼はポニーテール似合う昨日ねなんか湿気かなめっちゃリハーサルの時熱くて告ろうと思ってね告ってみましたで7月6日は初夏なので56部お気に入りのワンピース789部がブラックノースリーブ出ました彼の大好きなノースリーブそして789部ブラックブラックコーデね、いつもはい 好評なので高評なのでねおすすめですよ世界地公園嬉しいありがとうスパありがとう嬉しいありがとうお魚の物行く人よはじさんありがとうございますこんばんはこんばんはカレンさんの人柄に かれてえー、嬉しい嬉しい、ありがとう。やっぱさ、最近思うよ。性格を褒められるってめっちゃ嬉しいよね。そりゃ、見た目褒められるのも大好きよ。もっと褒めてほしい。<laughs> もっと褒めてほしいって思うけど、そのために回ももっと頑張るけど、でも性格褒められるのも嬉しいなってめっちゃ思う。本当嬉しい、ありがとう。言ってくれてありがとう。 横浜衛星もう少しポチポチしますねありがとうタカさんタカさんずっと言ってくれとるもんねありがとう待ってるな8月4日横浜です待ってますで7月7日は織姫ピロということで56部は織姫らしくない織姫そして789部が天の川渡って会いに来た織姫となってます織姫でですね7月7日七夕なので。 ダムカト好きだよって会いに来てなワンコスター待ってるでかよかいかいか、ね、こんなかよかよか猫の気がつくよ公園も大阪のアョンも横浜アョンも楽しみありがとうそらありがとう横浜は8月で夏休みだから宿がちょっと高いよあなるほどねなるほどねそういうことか 時期もあるよねこんばんはこんばんは握手もシャメも楽しみ何話そうかなって特訓待ってますワクワク8月はピンク色フルバージョンで会いに来ようえ、待ってる楽しみおじちゃんおじちゃん期待だよねけどそれめっちゃ嬉しい、うん、めっちゃ喉乾いた しかも氷台氷をやたらとかじってしまう母にいましたポニーテールに合う嬉しい嬉しいぜひポニーテールの日もね設けたね6月23日の789部です皆さん来てくださいこんばんはこんばんはみんなポニーテー好きだよって言ってる初見です H さんこんばんは ポニーテねもまたンテヤルこういうのの髪型も悩むしな。いっぱい話そう、話そう、待ってるで、ありがとう。明日、今日それ行きます。うらやましい、うらやましい。応援よろしく。折り干しましょう。ハーフめっちゃ好き。お、嬉しい。昨日、昨日載せたもんね、写真。 柄も見た目も全部大好き嬉しいありがとうスーパー嬉しいそれ最高の褒め言葉声が好きですあ嬉しいそれも嬉しいこんばんはこんばんは ピンクないなと思ったけど今度ホークスのピンク湯にもらえるからそれでいくかえっ来て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 マ来て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 もあるしもどっちも来て <laughs> 楽しみありがとうリさんリさん待ってるよ来てくださいしかも9月1日はスポーツピロっていうオンラインお話し会でもあるのにね56789分 皆さんの推しスポーツのユニフォームだったり推し選手推し球団推しチームを教えてほしいなとも思うしシンプルに9月1日がイベントラストの日なんですオンラインお話し会最終日でもあるし全体のイベントでもこの日が最後なのでぜひ9月1日も撮っててください待ってますで8月31日が花火ということで56部が夏が終わっちゃうで789部は清楚な オフショルです今日インスタに載せたのもあれもオフショルかな。リサも見てくれたコメントもしてくれたこれみんなのコメント読むの大好きやから。コメントもしてんのツインテール可愛かったよ。おツインテール好きテレビリーさん。この前めっちゃ久しぶり来てくれたもんね。めっちゃ嬉しかった。めっちゃ嬉しかった。ほんまに嬉しい。ありがとう。握手会また来てな。みんな握手会来てよ。握手会大阪はあと7部だけ。 ね6月8日土曜日ですで8月4日はパシフィコ横浜でお待ちしておりますで6月9日握手会の次の日も同じ場所の大阪 HEC ホールで7部8部9部肩たたき三味会ですお待ちしておりますオリックスから来ました嬉しい陽介さんありがとうございます行行っったたことないいの行ってみたいですあの、M M の公演だよっていう日に彼はいてるのでぜひ彼の名前と M の公演を見つけたらぜひ来てくださいオリックスのユニー来て来て来てくださいめっちゃ嬉しいもう待ってます待ってますこんばんはこんばんはプロ野球チップス第1弾全て揃ったぞすごいカードえすごすぎ最高じゃないですかそれあれあれもかな伊藤ろみ投手のさ 身長が五、あの、メートルになってるやつかな。あれ、めっちゃレアじゃない。羨ましい。羨ましい。しかも、だから、あのぬいぐるみの、あのエアーくじがあるんだけど、それでね、伊藤博文年だったんです。嬉しい。魯迅さんは。<ー> <laughs> でもさ、幸也さんはさ、<laughs> あの、実はハムさんいっちゃったから、もうダブル魯迅で大変よね。はい、魯迅様の。 ぬいぐるみです。めっちゃ嬉しい。<laughs> でも清宮選手も好きなので。ね、あったん清宮選手のぬいぐるみもあったけど、ちょっとそれはあたんなかった。伊藤大美投手でした。嬉しい。写メ会でオリックスのユニフォーム着。着て、写真撮りたい。着てきてください。もう大歓迎。マッチさん。来てください。嬉しい。 オフィシャル,ル好きオフショル好きやったら来て来て待ってオフィシャルの日があるからオフィシャルは8月31日の7部8部9部の時に着るよ申し込むねってゆりり待ってるよゆりり待ってるよー 握手したら、そんな可愛さの謎が解けますかちょっと解くまでに、ね、時間がかかりそうなので、長めでお願いします。いっぱいに来てください。<laughs> 待ってます。ありがとう。こんばんは、こんばんは。ツインテールの間でめちゃくちゃ可愛かった。えー、嬉しい。ありがとう。またする。またするから来て。<laughs> 待ってる。待ってるよ。こんばんは、こんばんは。えー、いいなぁ。4枚も出た。すごくめっちゃレアよん。 ズル彼に一枚ちょうだいよ欲しいフィロちゃん不足が激しいので追加していきましたほんまにやでほんまにめっちゃさご無沙汰じゃないのの原選手の守備ってどこですかあのちなみにピッチャーなんです私私ピッチャーなんです <laughs> もしくは監督です <laughs> 原監督でお願いします三ツ網する日あるえっ三ツ網好きな三ツ網好き 全然自分でプライベートでしたことないないなねえいいなレアなカードじゃんすごーいいいなでもこれも開封してないカードがまだあってちょっと今度開封しよう 前回カレンタンの可合いさめちゃくちゃ緊張したけど大丈夫かな来てよマス待ってる会いに来てし嬉しいそんな風に言ってくれるのめっちゃ会えるの楽しみにしてます監督がええな <laughs> ええですかあマー君こんばんは,こんばんはいらっしゃいちょっと来てよもう握手会とシャメ会と俺らお話が待ってる来てこんばんはこんばんは また始球式絶対期待しとるからねでもめっちゃ言っといてオリックスさん公式マークつけて <laughs> みんな, <laughs> み,んな <laughs> みんな言っといてハラカレちゃんの始球式が見たいですって書いといて真にしたい今年もしたいです長め祭りで喋っとるかなとろーとろーカズニッチとろお疲れ様でしたありがとう お献血してから会いに行こうかなありがとうぜひぜひ本当にね献血もファンの皆さんもねたくさんご協力してくださってて嬉しいです,いいです、ね、ピロちゃんにあわたびハマってくよしきかも待ってる待ってるよなんか昨日から劇場でもねこのこれを配るようになったみたい昨日帰りに置いてあったからこれもらっていいですかって言ってスタッフさんにもろたんやけど見て そのなんていうパンフレットもらえるみたいなのでぜひもらってってください。ペロちゃん写ってるからピンクで可愛い。ぜひもらってください。新ケーキのポーズで撮りたい。ドロードローレイクちゃん。ドロー。誕生日にカレンタン見れて嬉しい。あお誕生日おめでとうございます。ほんまやん。ん書いとったね。お誕生日おめでとう。ハッピーバースデーサムさん。いつもありがとう。こんばんはこんばんは。 今日いいお天気。ったしね最高じゃないですかいいお天気ね日当たりすぎてママもう眠いもんな、うん、彼もな。うん、もう眠たいねめちゃくちゃ。日に当たりました。でも皆さん明日のお昼12時までの受付です。何回もやってごめんね。握手会と個別シャメ会肩たたきがセットになってるものとオンラインお話し会の受付が明日のお昼12時までというこの。 限定の時間にししかお申し込みができないなおかつ年に数回のイベントそして直接会えるイベントも握手会が大阪と横浜でであのしゃ会肩たたきは大阪で1日だけあるので是非ね来てください6月8日8日は大阪 ATC ホールで握手会土曜日です で次の日9日日曜日9曜はシャメ会肩叩きもうこれはねこの日限定なので1日だけなので皆さん予定を空けていっぱい写真を撮れに1回のチケットで1枚撮れるので何枚も撮ってもらったら何枚も撮れちゃうので是非来てください。 とってもレアなイベントで,すで8月4日はパシフィコ横浜で握手会関東で会えるのはこの日だけ8月4日だけだし8月にねこうやって直接皆さんと会えて握手ができるイベントはきっとこの8月4日だけじゃないかなと思うので。 ね、大阪から演征してくださる方も大歓迎だしいつもなかなか会えないよって方はこの8月4日にね是非から横浜まで会いに行くので是非パシフィコ横浜まで足を運んで会いに来てくださったらなって思いますそしてオンラインお話し会がね6月22日23日7月6日7月7日8月31日9月1日とあります。この6日間限定なんですけど オンンラインお話し会はどこからでもご参加いただける交通費がかからない交通の時間がかからないとてもとてもとてもそこが便利なイベントですこんな感じで画面越しでおしゃべりできるし皆さんのお家の中の様子も見れちゃうし結構好きなので是 <laughs> 非オンラインお話し会もお気軽にねあの参加していただけたらなと思うしリアルで会えるイベントプラスオンラインも是非とってもらえたらより一層。 長いこと喋れるのでめっちゃおすすめです横浜に行きますって言って書いてるりょうさん待ってるよ来てなー待ってるーお,お誕生日お祝いしてもらいたいするよーお誕生日近いからってね近い日は絶対来てくださいね皆さんお祝いさせてお願いしますよしみんなまたいっぱい褒めてください彼のことめっちゃ足しびれた痛い足がしびれてる 最近ほんまに足しびれる完売増えますよう、ね、にっちさんパワーお願いしますよし本当にね前回の受付でめちゃくちゃペケポン増えましたみんなのおかげですきっとねまた次の今回の受付でもペケポン増えるんじゃないかなと思うので大阪はねあのイベント握手会は7部のみです6月8日8日残すところあと7部だけ17時からの部だけでね あの次の日のシャメ会の方たたも7部8部9部のみとなってますのでぜひあと3部いっぱい,いに来てくださいお写真ねいっぱい撮れちゃうのでとってもレアなので NNB の衣装着て待ってるのでねいっぱいどしどしお写真撮りに会いに来てほしいですオンラインお話し会もねほんまに便利だしいろんな日 あるしねなかなかこう会えない日が続くと思うんですけどお顔を見るとおしゃべりできる日がいっぱいオンラインあるので来てほしいなって思いますいっぱい可愛い服も最近準備してるからみんな可愛い服準備してるで来てくださいそろそろ終わるかなと思いますみんな来てくれてありがとう侍ジャパンの佐々木朗希投手のうに来てでも OK もちろん もちろんえしね佐々木朗希投手の好きなところいっぱい教えてください足長すぎから始球式さんもし次させてもらえるってなったらあの <laughs> あの投げ方したいっていうくらいほんまに足綺麗と思ってなんか昨日突然ニュース見ながらずっと思ってた「足なっか」ってねうちの主婦さんくらい足長い。 ありがとうありがとうそう !NM48 モバイル占い徹底調査なんとカレンタンの占いが出てるので <laughs> ぜひ読んでみてくださいこの前の占いのお仕事はこれでした FFF さんありがとうおじゃあ横浜追加しときますありがとうりさん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  <laughs> ありがとう あガールズペディアさんの感想を皆さんアンケート5月31日当日岸優子ですよろしくお願いします何て,てねね配信ありがとうありがとうえらない何小さいどうでしたそれ以外さ24件で九9時引くの忘れてめっちゃアホじゃないめっちゃダイヤ貯めて頑張ったのになやってないやってないね やろうと思ってなわやって夜やる楽しみにしようとか思ったらさ夜多分あれよお友達と出かけたからご飯行ったから<ー>すっかり忘れて帰っもう次の日を気づいたの時計見てびっくりしてんで25日って見てなあれか24になんかしながんかったと思ってうでダイヤでも今500個あんねんあとで50個のやつすんねんバウンが多いででしょ なんてなの使ってないもん彼も使ってないよ食べてるもん彼前ねヒーローなんで食べてるでも彼の方が食べてたくないそれヒーロー早かったでなでも、なんかまあ百五十点まあいったもんあ、そうなん50点もあねわからん謎ですカレンがガチやりすぎたみたい何を申し込んだら一万円ってオンラインお話し会とあと横浜、横浜来てくれるマー君って 横浜コれで横浜も来てほしい。あとは個別シャメカカタタタキもね皆さん大阪あるので6月9日日曜日です。いっぱいペケボン増やしたいしほんまに彼はあのあのねあの私のこと好きやようて会いに来てくれはる方がいることが嬉しいしこんなに来てくれるのが一番嬉しいのでシンプルーにそれも楽しみにしてますみんなに会えるの楽しみ。いろんな話したいし待ってます。 ということで、そろそろ終わりまーす。今日も見てくださってありがとうございました。みんなありがとう。昨日、うちはめっちゃ見れて嬉しかったよ。ほんまに。昨日、それで命調し元気になりました。ありがとう。なので、また、持ってきてくださいね。バイバイ、バイバイまたね、ありがとうまたねでーす。ありがとうございました、皆さん。 何卒応援よろしくお願いします <laughs>。またね、ありがとう。インスタも見てくださーい。